こんにちは、アッシュです。今回はミーポーカーやっていこうかなと思います。これ Wii U のゲームだね。私 Wii U 長らくやってきたけど、ミーポーカーって一回も動画でやったことないんじゃないかな。うわ、これはね、名前の通り、ポーカーをミーでやるみたいな。まあ、ルール説明は聞かないでいいかな。まあ、皆さん優勝頑張ってくださいよ。だから1ペア、2ペア、3ペアみたいな、そういう感じのあれをやるんだけど、私今だと、3、4、6、7、12。で、これ一番最初に勝つと、このミーを選べるんだよね。これ今だと私勝って5を取れば34567ストレートっていう役ができるのかな。まあだから5を取るのが無難なのかな。これでいこうか。0秒ちょうどで着地できるようにタイミングよく飛び降りましょう。0秒に近かったプレイヤーの勝ちです。Wii リモコンを縦に持ちます。 A を押すと足場を開いて落下します。落下中に Wii リモコンを振ると少しだけ落下を遅らせます。これ苦手なんだよな。まあ、最悪1位じゃなくても OK。 まあもちろん1位で狙いに行くけど、意外とね、そのストレートの点数がそんな高くないんだよね。だからストレート狙わなくてもいいのかな。うわ、やばい、あんま見なかったね、今。ここうますぎる、私。いや、じゃあ、まあ5もらっちゃうか、ここは。まあ手堅くいこうか。これ確か全部で5試合だった気がするんで。あ、そうか、同点の順位の人はサイコロで決めるんだよね。5試合ぐらいだった気がするんで、その5試合の合計の得点でね、スコアが決まるんですよ。さあ、来ましたよ、私。この子かな。この子もらって、他になんか役あるか。1ペア、2ペアとか、ないんじゃないか。まあ、これが一番無難かな。これでいこうか。はい、そうすると、見てください。すごっ。一番下の人の体感どうなってんの。長友10人分じゃん。これだとどうだろう。8で、うわ、4カードあんじゃん。これ運要素も結構あるからね。いや、4カード結構、うわ、すごい雑技団見たくなってんじゃん。体育祭とかでこれやると熱いね。で347でこれだとどれがいいんだ。うわ、コンピューター早っ。どうなってる。いや、ワンペアかい。そんななんか時間かけてすごいやりました感出したけど、なら1回の交換でよかった。でもここ最初がもう13揃ってんだよね。え、その552個やばくない。2ペア確定じゃん。2個同じくんのやばいわ。私ね、そのポーズだけはすごいんだよな、ストレートの4点っていう。一番いいのが5カードっていう、全部数字が一緒っていうのがね、1個だけ星みたいのがあるんだよね。星は何の数字でもなれるよみたいな、めちゃめちゃ強いカードなの。まだ1回も星来てないね。星来い。来ないか。確率低いんだろうね、きっと。うわ、3、2人いるなね。だからここで最初いいのがなかったら、あえて負けて2位に食い込むっていうのも、まあ、割とありなんだけど、まあでも、勝ちに行くか。ここは、私勝てば、あれだもんね。2ペアいけるから、じゃあ私、ここ謙遜するわ。ヘルメットチャーシューで。これマリオ行く人はさすがに。ヘルメットかぶんのかよ、お前。え、コンピューター割と控えめか。じゃあマリオ行くわ。頼むよ。2点欲しいよ、ここ確実に。いやー、もうリエー。やばい。で、まだ、いや、ここはマリオ行っていいんじゃないか。いや、控えて。控えろ。熱い。ただ、ここだと、私2位に食い込んでんのか。うわぁ。これ多分、コンピューター強欲だから王冠行くんですよね。手堅く2ポイントで。これ私2位に食い込むから。1位狙ってない。手堅く2ポイント。お前さぁ。こいつ、あ、まだあんのか。え、これ私勝つには王冠しかないじゃん。いや、でも緑のやつ強欲なんだよな。うーわ、あー、でも、マリオ言っとけばよかったか。結果論になっちゃうけど。これ、君名前なんて言うんだい。あんまり見ない顔だね。結構、ミーマスターの私からすると、1出ろ。はい、勝ち。2はさすがに。いいよ。いいよ。譲るよ。ね。ここじゃ大人のよう見せるわ。ただ、誰だ次。ナレさんか。ナレさんは、あ、ナレさん別に、そこまでいい目出ないんじゃない。あ、ちなみに全員同じ色でも何か起きるね。うわ、1位なのに1ペアって悲しいね。だから全員緑、全員黄色、ユニフォームの色ですよ。なったらなんか起きるみたいなパターンもあって、星マジで来ないんだね。これなんかもう初手で1ペア揃ってると結構でかいですよね。わー、2ペアかー。いや、私も1ペアは結構運よくできてるから、そこでうわー、同じ色いけるわこれ。だからフラッシュって役ができるね、同じ色で。これあれなんだよね、ゲームパッドに点数書いてんだよね。ちょっと画面に映せないんだけど、かっこいいラジオ体操頼む。緑2人でもいいよ。うわ、翔太来たえ熱っ。だから翔太熱っ、あとキモ何いらない、これ3カードいけるよね。うわ、まさか翔太に救われるとはな。私ありがとう翔太。ストレートじゃあ3カードか、3点か。うわー、スタム最初に翔太。うわ、待って、裏切りの翔太いる。みんな左下見て、あいつ。うわ、しかもさっきの緑のやつじゃん。これ勝ったら5点狙えるわ、全部同じ色。それとあれ12345できるわ。これ12345全部同じのをストレートって言うんだけど、ストレートとユニフォームが全部同じ色だと、まあ、ユニフォームが全部同じ色の方が得点が高いんだよね。まあ、だからユニフォーム全部同じ色を取ってくわ。いや、裏切りのエース来たもんな。裏切りの翔太、裏切りの柊も裏切りのエースなんだよな。負けられん。だから一番強い役がさっきも言ったけど、翔太1111とか5カードはね、翔太は何にでもなれるからね。俺たちの翔太、ここ。あれ、はあ、やばい、やばすぎるやばすぎるぞ私。お前乗れ。うわっ、やばいぞこれ、ガチやばい。いや、3点もぎ取ってっか、これはき。うわー、これ2点は絶対取りたいね。まあまあ最低限だよな。でもまあこれ大量ゲットチャンスありじゃん。ちょ、私の矢印じゃんまだ。うわ、手がてー、手がてー。みんなあわよくば10点とかじゃないもんね。手堅くやん点3点みたいな。いや、ちょっとこれ強欲に行かないと勝てないわ。行くわ、頼む。もう無理だこれ、翔太呼ぶしかない。俺たちの翔太を呼ぶしかない。これ私多分回ってこないよね、きっと。回ってくる？いやですよね。いやー、やばい。しかもウィリアム、翔太持ちか。翔太は何にでもない。3カードいったね。うわー、これ何になる？フルハウスか。7点だわ、かっこよフルハウス。さあ、ナレさん、翔太しかも一番上に立ってやがる。これだと何できる？みんな7の1ペアと、ああ、7と9で2ペアか。私6歳くればストレートになるな。違う、2か2歳。おっ、私いるじゃん。うーわ、しかもちょっと顔ちげえし、いつもと。頼む、星来て。ああ、何も揃わない、やばすぎる。この人マジ強いわ。あと何回やる？いや、役なし。ウィリアムだっけ、あいつ。やばい、あとラウンド2回あるから。うわ、これ最初の引きで翔太引けんのと引けないのじゃ結構天と地のか、いないか、翔太。何ある？待って、3、3人いるのは熱くない？やった、3人だけしか取れないな、このヤクトルト。これ2位に食い込んでいい？私。ね。2位に食い込みます。いや、でも調整できるかな？ 2 位食い込みの集団ってできんのかな？いくよ？これは苦手なんだよな。はい。くそ、Wii リモコンがあんま反応しないんだよな、これ。うまい！反応速度は悪くないんだけど、あとは Wii リモコンの反応の問題よ。早く！間に合って！やばすぎ！いやー、これ、緑の人が意外と得点高くて、他は私とほぼ同じなんだよね、点数。だから、緑の人、ウィリアムだっけ？あの人に勝たれなければ全然 OK。フルハウス出してくるか。ちなみに、5カードは16点だね。いや、私、せめて1ペアだけでもいいから欲しいわ。なんだそれで。あ、2ペアね。2ペアが2点か。1ペアが1点。まあ、1点でも欲しいわ。オッケーオッケーオッケー。星来てないね。んこれ全、あー、2ペアいけるわ。うわ。この下から3位で2ペア取んのでかいな。頼む。1ペアだけください。1ペアだけでお願いします。来い！あー！え？皆さん。ペアいただけんの熱すぎるぞ。頼む。これ最後お願いします。最後の役でどう？いや、私いる右下に。これ勝つには、いや終わってんだこれ。いや、皆さん最後の試合もうグダグダでカットして負けてました。ウィリアム、もう一回やっていい？頼むぞ。最初の引きにかかってるからな。神引きをしたい。頼むぞ。神引きしたい、最初で。最初。なんとも言えない数字な気がすんな、これ。14579。なんかちょうど飛ばし飛ばしになってる気がすんな。これ6と8取れば、あれか、ストレートにはできるのか。まあ、ストレート狙いで勝ちに行こうか、ここは。目の前を通り過ぎる車のデザインをよく見てください。だって。まあ、これ結構難しいんだよな。何回かやったことあるんだけど、なかなかね、見極められなくて。いきますよ。OK。これは早押しとかじゃなかったか。早押しだっけ？わかんない。早起き一応押すわ。来いよ。最初ゆっくりじゃない？邪気インだわ、邪気イン。これだ！ OK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 。3回、やっぱ早押しだ。早い人から得点高いんだ。さあ、ジャキーン、この後から難しいんだよな。次よ。来いよ。スルスルだ。これ、車の形。この白い線は見えたんだけど、まだいける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 。次ラストかな。2位に食い込もう、2位に。最後もむずいんだよな、きっと。よし、これだ。よっしゃ。いや、ギリギリ。1位じゃない、私。いや、ここで1位取ったのはマジで熱いよ。よく私今分かったな。これ車のフォルムと線の数見ないとダメなんだけど、車のフォルムが意外と見逃しがちだね。線の数は割と覚えれるんだけど。さあ、来た。わ、欲しい。てこしかったな。まあ、だから、まあ、1取って、6で、4、5、6、7、8か。まあ、これが一番、そうだよね。高いよね、あれが。ストレート。わ、5カードとかって天文学的数字なんじゃない？見たいけどね、私じゃなくてコンピューターでもいいから。わ、これ全部緑だね、多分。それか、まあそうだよね。全部緑か、フラッシュか。フラッシュの方が点数高いんだよね。全部。うわ、ウィリアム来た、強敵。ウィリアムさっきボロ勝ちだったからな。ウィリアムもうワンペアできてんだよな。あ、でもワンペアしかでき、お？なるほどね。ストレートに変えてきたね。そうだよ、ワンペアよりストレートのがあれ高いからね。ワンペアちなみに1点だね。2ペアが2点みたいな。この人は、うわ、私いるわ。ただこれ何いける？私で。どうなんだこれで。ああ、すごい。びっくりした。なんか、全然見えない起動してきたと思ったら普通のワンペアね。面白い。来い私。ああ、来ねえか。いかに週を引けるかなんだよな。待って。私、12、3人いる。え、これ熱くない？5カード狙いに行っていいですか？うわぁ、これ運ゲーのやつだわ。これ特にうわぁ、理想は2位に食い込みたい。私、12、3枚持ってたんだけど、一番最初だけもう交換できるの見えるからね。ただ、ここで勝っちゃうと12がなかったんだよな。ただ、フルハウスだっけ？あれは取れるんだよね。ここで1位になれば。だから手堅くフルハウスも行きたいけど、私、余り物で。頼むよ。2位にして、2位にして。いやー、うい。オッケーオッケー。いや、3位でもまあいいわ。ここで見つかってもいいわ。どうなの？一番いい。これで次私見つけて。お願い。私見つけて。戦略的。違う。それじゃない。左。おいで。カモン。お菓子あげる。ああ、偉いねー。オッケー。ここまでは本当にプラン通り。さあ、プラン通りよ。さあ、確実に計画通り。6リールな、3番。なんだこれ。あ、フラッシュね。全部同じ。頼む、12来て。これ12来ると何点だ、私。12来い！うわー！惜しい！これあと1人12いれば招待入れて5カードだった。うわ、超惜しい。4カードは10点だね。いや、女神翔太来たんだけどな。いや、悔しいね。ここまで、まあ、10点も十分なんだけどね。で、この子は4、2人でかいね。まあ、2ペアかな。一番あれなのが。でも2ペアって私の中で結構いい感じだなと思ったんだけど、2点しかなんないって考えると、なんか割とね、そこまで。うわ、出た！強敵ウィリアム。ウィリアムもう1ペア揃ってるもんね。うわぁ、2ペアにしてきたわ。これ、一番最後で1ペア揃うだけありがたいよね。しかもそれが2ペアいくと。いいぞ、ここまではナイスリード、私。来い！うわ、初手周引け。うわ、いるわ、右上に周。初手周引きして。これ私勝ちたいわ。これ勝てばフルハウス狙える。どんどんシュートをしてポイントを競いましょう。ゴールは1つなので、対戦相手を投げるタイミングをよく見てシュートしましょう。ボーナスで現れるゴールドは3点入ります。ウィーリモコンを縦に持ちます。振り上げるとジャンプします。ジャンプ中に振るとシュートします。オッケー。私もね、結構このゲームやってんだけど、なんか、ボタン操作がわかんなくなるときあって、なんか、振るタイプと A ボタンを押すタイプがあって、どっちだっけなと思って。いいようわ、金来た！いやー、おやった！思ったより金です。敵すぎ。オーロラフェスティバル。やばい。もうペース大事にいこう。よーし！これ、金は、やばい！やっぱウィリアム強いわ、みんな。あ、マジで金来て！オッケー！ウィリアムに勝ちたい！うわぁ、ウィリアムと同点か。私、最初にサイコロ振らして。ウィリアムさっき2出して、私に勝ってたもんね。来い！もしやウィリアムって2しか出せないの？極上の煽りで、いや、ただシューがいるからな。右上何にでもなれる男だから、これで、ああ、そうだよね。10いって、今おつきフルハウスなんでできないのかなって一瞬びっくりした。これでいいもんね。あ、これ見たっけ、体操。あ、いいじゃん。さっき翔太がそういえばやってたわ。で、強敵ウィリアムとウィリアムは、これウィリアムあれなんじゃない？最初の手札が良くないね。139って。でも632やばくない？ねえ。やっぱこいつ、結構幸運だな。もう自分の最初の手札関係ないじゃん。その3枚で生計を立ってるじゃん。うわ、4カード来てんだけどと思ったら違ったわ。危なかった、今。上の人かと思った、赤色の。そしたら3、4人で4カードだったんだけど。危ねえ。これ3引かれるとやばいわ。ナレさん。ただ13分の2で3だもんな。全然可能性としては。危ねえ。いや、これ州の役割、え？おお、なるほどね。3カードより全部同じユニフォームか。圧倒的なリードだよ。来い。いや、一回も私自分引けないね。赤の人私引きすぎじゃない？いいな、私にも私来てほしいな。私、いや、ガチよ、私が欲しいよ、私。舞台のミーと同じ顔のページをいち早く見つけましょう。だって、縦に振ります。A で決定。OK。わあ、こういうのはコンピューター早いんだよな。いや、ここまで作った貯金で逃げ切りたいな。コンピューター多分追い上げてくんだよね。はい。目、パッチリ男。はいや、コンピューター。ウキウキサウルス。危ないよ。もうそこ行こう。白髪。OK？ うまい。髪色見ろ、髪色。黒。オッケー、ベリーボー。うまい、私。で、はい、白髪。いやーないよ、私。いや、待って、この赤に絶対勝つとはいけない。この赤、週持ちなんだよね。手札と絵。確率で言うと私の方が上。オッケー、熱い。ここで、なれちゃんに。あ、でもなれちゃんあれか、5を狙ってんのか。で、ここで5なかったから、いや、これなれちゃんに勝たせた方が良かったわ。次だって5来る可能性あるじゃん。私何が揃うんだこれ、全然見なかったわ。ユニフォームは全部一緒にならなくて、あとは12で1ペア、8で2ペア。え、これ2ペア限界かな。まあ、3でもできるけど、あ、数字できるな。8、9、10、11、12できるな。それが多分一番高いな。だから、これじゃない？ 8、9、10、11。これだね。危ねえ、見落とすとこだったな。はい。このストレートのね、体感、一直線なの。これ5来るとマジやばいっす。これ、シューとショータの再開ってあんのかな？ 5 来るかー。うわ、でもあのサイコロ正直運ゲーだからな。負けることもできないしね。まあ。だいぶ追い上げられるな、なれちゃんに。10点でか。そう考えると5カード16点だから、5カードでかすぎるよね。まあこれが2ペアかな。そうだね。で、これ今4試合目かな。いや、だから強敵が赤なんだよね、なれちゃん。なれちゃんの次次第では全然私負けるから。あ、大好きいるね。6番の名前大好きだね。まあ、これはこのままかな。すごい、なんかあの7番気に食わなかったのかな。頼む！週引いて！初期引きで週引いて！多分初期引きで週引け！いやった！うわ、待って、翔太もいるわ、右に。あの人、運強くない？週引いて何できる？ 12 引いたら3カード、13引いたら3カードか。いや、これ2食い込みたいかな。皆さん、これ2食い込みます。私、次々に当てる女性の的に手裏剣を投げると減点だって。 OK。 Wii リモコンを掘ると投げます。完璧だ。2で、あと、赤色？なれちゃんの順位も見とこうか。私の隣か、なれちゃん。来いよ。オッケー！いいぞ。コンピューター、これ、結構瞬発力遅いわ。オッケー！危ねえ、赤出たから女の子かと思ったけど。はい。いや、コンピューターこういうの絶対投げないんだよな。オッケー！いいぞ。やばいね。今んとこ1位になっちゃうね。これ、あえて手抜くわ。一回手抜く。オッケー。やばい。これあえて手抜く。1位。いや、手抜いたんだけどな。ちょっと手抜くのが遅すぎた。が最後投げなければなれちゃんと同点だった。やばいぞこれ、これガチやばいか。でも13の3カード以外あるか。あ、これか。これでフルハウスか。これのあれが7点だ。いや高い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 、めちゃめちゃ高いじゃん。さあただ翔太持ちだかんな、あの子。これ3出されるとやばいかもな。4カードくるよ。いやなれちゃんも、いやフルハウスこれ勝ったんじゃないか。いやーいい試合だった。いや超強かったな。いやまだ油断はできない。いやでも5カードの可能性は星を引かないといけないからね。あすごい、この人めっちゃいいあれ揃ってたんじゃんあれなんで13書いたの。えこだわりを感じるね。さあウィリアム、いやウィリアム今回ダメだったね。いや面白かったな。まあ3カードが限界かなこれ。あれなんかコンピューターたまにそこ変えるだけでよくねってとこもなんかいろいろ変えたりするんだよな。え同点優勝。うわっちょっと悔しいな。あれそうだっけ。まあいいか、終わろうか。バイバイ。